か大きなお屋敷のセットみたいだけど。ほのか、大丈夫？なんとか。でも、あの入りくぼって人どっかで。あいつは要注意メポ。今までで一番邪悪な気配がするメポ。そうミッポ、このスタジオもおかしいミッポ。ミップルは最初からこの大江戸スタジオ全体が変だと思ってたミッポ。ほのか、危ない！あ！ライト、私たちを狙ったんだよ。やっぱりさっきの人。ブラー！ほのか、上！あなたは！うわ、カメ！今頃気づきよって、もはや手遅れよ。イルクーボ！この屋敷から逃げおせた者は一人としておらぬ。さあ、命が惜しくば虹色石を一つ残らず渡してもらおう。あんたまで芝居がわからなくても。その気がないなら力ずくで奪い取るまで。者どもでーでー、ザゲンナーでござる。今度はザゲンナー侍だ。なぎさ、目輝かせてる場合じゃないでしょ。者どもかかれ。ザゲンナーでござる。時代劇なら負けないよ、ほのか。これで終わると思うなよ。首を洗って待っておれ、さらばだ。なんかあいつキャラ変わってない？ブラックこそ微妙に変だったよ。そうかな。これにて一件落着。私に任せてくれりゃあの二人ボコボコにしてやったのに。なんだと？私だってここで日頃の恨みを話そうと。で、結局プリズムストーンは二人ともどうにもできなかったってことだね。キリア、あんたそういうダメ出しの仕方気をつけた方がいいわよ。普段からきついっしょ。拙者、こたびの教訓をしっかりと肝に銘じ、ますます精進いたす所存。まだハマったままかよ。せっかくの大江戸スタジオでこんなことになるとはね。みんなどこ行っちゃったんだろう。なぎさ！はぁ！
さんしか目に入らないんだから。